フォン。フォン。フォンとは、無線 LAN を利用して、インターネットアクセスを会員総合で、世界中で共有するシステム。また、それを提供する企業。フォンは、世界150カ国で1500万以上の無線 LAN、アクセスポイントを有する、世界最大のグローバル Wi-Fi コミュニティである。イギリス、フランス、ドイツ、アメリカ、ロシア、ポルトガル、ベルギー、日本など、 各国の大手通信キャリアやインターネットサービスプロバイダーと業務提携、資本提携を行っているため、これらの国では広く普及しているが、他の国ではほとんど普及していない。フォンコミュニティのメンバーは自宅に設置した専用の無線ランルーターを他のフォンコミュニティメンバーにアクセスポイントとして共有することに同意する代わりに、世界中のフォンのアクセスポイント、 フォンスポットを無料で利用することができる。フォンのメンバーが増えれば増えるほど、利用できるフォンスポットが増え、様々な場所で気軽に無料で、インターネットにアクセスできるようになる。企業としてのフォンは2005年11月に、スペインで設立されたベンチャー企業である。創業者は、マーティン・バーサフスキー、マーチン・バルセベスキー。日本では、フォンジャパン株式会社が2006年8月に、 設立され2006年12月4日よりサービスを開始している。事業内容は無線 LAN アクセスポイントを共有するシステムの提供とその専用ルータの販売を行っている。アクセスポイントを開設するには専用のルータを購入するか同社より提供されているソフトウェアを自分の持つ無線 LAN のルータや PC にインストールすることにより実現される。ソフトウェアに関しては オープンソースで提供されている。フォンの利用者は、ホニーロと呼ばれる。ホニーロは3種類に区分され、それぞれリーナス、ビル、エイリアンと呼ばれる。サービスのリーナスとビルの名前は、リナックスの開発者、リーナストーバルズ、リーナストーバルズ、マイクロソフトの創始者ビル・ゲイツ、ビル・ゲイツに由来する。エイリアンは、文字通り、異法人。日本では、 現在、リーナスのみサービスしており、ビル、エイリアンのサービスは行っていない。ビルはサービス自体がなく、エイリアンは身分のみ。理由は有料にするには、電気通信事業法に基づく申請や手続きが必要のため。また日本は2007年10月に世界一本スポットの多い国となった。もともと本は互換性のあるルーター、特に リンクシスルーター向けのソフトウェアとして始まった。フォンは、フォンソフトウェアをインストール済みのこれらのルーターのことを、フォンセシャルラウターズと呼んだ。これは、オパントをベースにしたカスタムファームウェアだった。フォンは、オパントを、フォンブランドのルーターの基本ファームウェアとして使い始めた。このファームウェアは、フォンコミュニティでの用途のためにカスタマイズされ、ホネロが、 自分のブロードバンド接続を共有し、世界中の他のフォンスポットにつなぐことができるようにしている。ルーターのファームウェアはアップデートとルーターの設定を、ラフォンラのウェブサイトからダウンロードするようになっている。LA、フォンラファームウェアはプライベートとパブリックの両方の無線ネットワークを作ることで、セキュリティの問題を解決している。これは、 以下のような二つの SSID を作ることによってなされている。フォンルーターは LA フォンラと呼ばれ Amazon から買うことができる。LA フォンラルーターはアクトンによって設計、製造されている。このルーターはフォンファームウェアを書き込まれた上で販売され、このファームウェアは非公式ファームウェアを書き込まれることを防ぐためのセキュリティが施されている。 本のアクセスポイントは、公衆無線 LAN ネットワークのアクセスポイントとは異なり、大半は個人によって設置されたものである。そのため都心部の駅や商業地域を中心に展開されている公衆無線 LAN とは逆に、住宅街を中心にスポットが形成されている。電波が届けば、近所の住人が開設しているアクセスポイントを自宅から利用することも可能であるが、 日本においては自身もアクセスポイントを開設しなければならないリーナスのサービスのみのため ISP との契約を免れる目的で使用することはできない。その一方で自分がアクセスポイントを一箇所開設すれば複数の本、アクセスポイントを利用できるので自宅外でも近くに本 AP があれば利用することもできる。子外や外出先で 無線 LAN 端末機能を持つ、ポータブルゲーム機、携帯電話、PDA などが利用できるため、それらの Wi-Fi 機器の可能性を伸ばすと考えている人もいる。フォンはフリースポット等の公衆無線 LAN の一種であるため、それらと同等のセキュリティ上の問題がある。また、ソフトバンクとの提携により、10分間を試し接続と言われる機能が、フォン AP に付属した。 このお試し接続はメール認証を行う必要がないため ID、パスワードを所持しない日、本ユーザーが本ユーザーのフォン、アクセスポイントを使用することとなる。日本の ISP の利用規約には事業者に無断で通信回線やインターネット接続アカウントを他人に提供してはならないなどの契約約款が存在する場合がある。 他人という言葉が契約者本人以外のどこまでの範囲まで該当するかやアカウントの提供という言葉の内容には解釈の余地がある。本を利用したい場合は自身が契約している ISP の回線を本のアクセスポイントとして提供することが可能かどうか確認しておくことが推奨される。なお、日本国内で GO として他人に無線アクセス回線を提供する場合、提供者は 電気通信事業法の適用を受けることになり、手続きが良いではない。このため、日本においては、ビル型での参加形態自体が用意されていない。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。